Yeah.
また大阪にやってまいりました。今回水田ということでね、今日もこんな素晴らしい、ね、会場とね、この満員のお客様の中でパフォーマンスできることをすごく嬉しく思っています。ありがとうございます。このバレエは倉敷をね、ちょっとアジトとしてね、県外から、ね、世界へね羽ばたいていけたらと思いつつ、地元でボソボソと、ね、活躍したいんです、活動をしているあのバンドになります。まあ、今日ね初めてお会いする方がほとんどだと思うのでね、これを機にちょっとだけでも覚えていただけたら嬉しいなって思います。ぜひ倉敷に来てくださいね。はい、短いお時間ではねございますが、まあ、このような感じのダンスナンバーやっていきますので、よろしかったら一緒にお手だけでも踊っていただけたらと思います。では次の曲元気にいってみたいと思います。さあ、ゆなきりごI'm not afraid to die.
乗ってくださってありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。全然乗ってくださって私たちもそうやってるので、ね、よかったら立って踊っていただきたいと思います。体力は、ね、体力をつけないといけないですね。今日は本当に江坂に来させていただいたんですけど、地元の方が多いんですか？意外と車のナンバー見たら京都ナンバーとか神戸ナンバーとかがあったので、意外とこの地元の方はいらっしゃらないのかなと思うんですけど、ね、私ちょっと調べました。どこでしたっけ？吹田市ね。吹田市、江坂の方で吹田市有名人いました。誰がいました？京本政樹とか、お博士太郎。お地元の方じゃないからご存知ないかもしれない大阪出身ってなるとね、たくさんいるから。びっくりした。京本政樹なんか大阪の吹田市の人だったんだなと思って改めて。息子もですね。そう、大学もそうですね。そうなんです。びっくりしました。すごい画期的な人ですよね。ね、綺麗な男の人ということで。年を取らない。そうそう。ということで一生懸命今日吹田のことを調べてきたんですけど、来たことなかったので、またぜひね、でも本当に来させていただきたいと、はい、さっきも言いましたけど、倉敷にもぜひ皆さん、とってもね綺麗な美観地区っていうところがあってね、来られたことある方いらっしゃいますか？ありがとうございます。観光大使として本当に嬉しいです。白鳥、白鳥、そうそうそう、白鳥がねいるんですよ。倉敷市の美品のね白鳥がいますので、またぜひ見に来てください。美品な、美品なんですよ。ぜひお越しください。じゃあ行きますかね、続いて。はい、頑張りますまた。Thank you.
しいでますかって聞くんですけど、まあ、ちょっと今日個人的に聞きたい人がいますので聞いてよろしいでしょうか。大津さん楽しんでますか。はい、よかった久しぶりに、ね、あのね、今回のイベントもドラムの大津さんのおかげで私たちねここにね立たせていただいてます。でね、あの昨夜ですね、あのオーバーレインのグループラインでね、小津さんがこのイベントに対するすごいね、こう思いよね、温かい思いを投稿ゆうがのコメント入れてて、コメント入れててね、それを私ちょっと読んでて、ね、数年ぶりに会える友人幸せですっていう風にね、その一言すごい私ね嬉しくて、そうそうそう、ちょっと今日は普段より頑張らないといけないと思いまして、まあ、いつも頑張ってるね。普段以上に、ね、今日ね、ね、うん、最高のパフォーマンス、ね、ちょっと聞いてみました。よかった、小津さんが楽しかったら私幸せです。そして、ね、もちろんね、やっぱりね、小津さんのね、妻の妻の言葉が、小津さんのね、集まりでね、あのたくさんのね、素晴らしい方がね、来られてますので、皆さんも聞いてみたら。いいですか、聞きます。ちょっとね、大きい声出せないですけどね、皆さん手開けてもらっていいです。楽しんでくれてますでしょうか。ありがとうございます。本当に大津さんといい、この、ね、会場の皆さんといい、ね、もう愛でいっぱい溢れております。ということで続きの歌がね、あの愛いっぱいの溢れる歌になります、ね、キーボードの愛すべき恵子ちゃん、ありがとうございます、はい、どうですか、準備 OK？ 山がやりますよ。OK って分かりますか。すごいっていう。OK で。OK で。すべてゴロリになる。大丈夫です。ケイちゃん、ケイちゃんね。落ち着け。成功してもしなくても、この会場の愛を包みます。はい。でしょでしょでしょ。ね、いつも通りのケイちゃんの素晴らしい演奏を聞かせてください。バイト、バイト。はい。で、thank you.